What's up, bro? Should you take your goldfish? What is your thumb? You heard it?
賊どもにどうか天罰を。
危なかったな。もう少しであやかしになっちまうとこだ。うお、すっげえな。と。ほら、拾うもん拾ったらこっちに来てくれ。拾ってんだ。待ってたぞ。あのフニ読んでくれたんだろ。俺は藤吉郎、お前の名は。ヒデか。よし、じゃあヒデの字な、呼びやすいだろ。知恵を頼りに霊石を売り歩く俺にはいつしか猿が取り付いた。お前はあやかしを倒すあやかしだけど、宿っている魂は紛れもなく人だ。俺たちはきっといい相棒になれるはず。下船だとか汎用だとか、そんな世評は笑い飛ばせ。一緒になりやがってでっかい夢を見てやろう。さあ、どうする？よし、どうせ行くとこないんだろ？来いよ。しかしすっげえな、あんなごついの。で、喋れないのは何か訳が？あ、すまん。ま、いろいろあるわな。俺の集めてる霊石には大きな力があってな、異国じゃアムリタとも呼ばれ、国の戦を決めちまうほどなんだとか。今や日の本は力が物を言う戦乱の世。戦のたびにこいつが飛ぶように売れるってわけよ。だが
このご時世、あやかしや野党がおって、命がいくつあってもとな。そこで、腕っぷしの立つお前みたいなやつを探してたってわけだ。まずは俺が上得意にしてるお客に会いに行こう。付き合ってくれるだろう、秀の字。Baby. You can take your blanket if you want.